皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日はこちらベベン、ボスの ME8 というマルチエフェクター皆様にご紹介させていただきます。うわーというか、まあ、今回の動画はご紹介というよりもちょっとネタ動画でございます。この ME8、 なんとびっくりすることに発売されたのは1995年、2020年なのでちょうど25年前なんですよ。僕が37歳なんでちょうど12歳、もう中学校1年生とかそのぐらいの時にこのね発売されて、もう爆発的に売れたっていうこのマルチエフェクターなんですけれども、このエフェクターを使って今日はですね、25年経った今でも滝沢勝成はこのエフェクターを使ってどこまで音作りをすることができるのか、そんなことを皆様にお見せしていこうかと思います。よかったら楽しんでいただけたら幸いでございます。今回は完璧に、ネタ動画です。でなんでこのエフェクターを手に入れたのかとかね、なんでこのエフェクターがここにあるのかとか、そういった話はちょっとおいおいさせていただこうかと思いますので、よかったらお付き合いいただけますと幸いです。とりあえず電源をババッと入れまして、よーし行くぜ、画面ドンズバババンと、こんな感じでお手元も見せしながらやっていこうかと思います。思想環境はいつものこちら、さあで、カナルのケーブルで、ME8 に行きまして、カナルのケーブルでブラックスタースタジオ10に行きましょうと鳴らしていこうかと思います。もしよかったら楽しんでいただければ幸いです。さあなぜかさあ、ちょっといろいろツッコミどころはあるかもしれませんけどもそういう時もあるということですよ。どういう時もあるんだろう。まあこんな感じで ME8、今手元にあるんですけども、正直僕ですねこのエフェクター全く触ったことがありませんし、使ったこともなければ説明書を読んだこともありません。全然わからないんだけど、多分俺なら大丈夫。とりあえず背面パネルはこんな感じですね。インプットアウトプットが2つで、まあ、電源ウニャ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 って感じで、このマルチエフェクターっていうのは基本的にこのプリセットモードとマニュアルモードっていうのがあるんで、多分これ電源入れた状態だとプリセットモードだと思うんですよ。ちょっとこう鳴らしてみると、おお、このすごいな、真空管アンプっすよ一応スタジオ10真空管アンプっすよ。すごいスーパーデジタルの音がしますね。いいですねいいですね。でこのプリセット1番に入っている音が今みたいな音で、2番にするとこの音が変わってくる。急に音がクリーン。で3番リバーブとコンプレッサーの組み合わせですね。5番、すごいなこれまた。こんな感じでこの1,2,3,4,5にこの格納されているそのプリセットをそれぞれのボタンを押すことで呼び出すことができるという、そんな感じのものですね。でこのバンクとかグループとかあるんですけども、この辺は多分なんかこの切り替えることによってもっとたくさんの音を呼び出すことができると思うんです。そのバンクとグループ1の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 1,2,3,4,5みたいな感じで、1の2の1,2,3,4,5みたいな感じでいろいろとこういけると思うんですよ。それをいきたいところなんですけども、お、あ、はい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 、あ、なるほどね、 OKOKOK、 なるほど。このバンクボタンを押した後にこう点滅するじゃないですか。そうするとこうバンク何番にするんって聞かれてるんで、バンク5番がよかったらバンク5番を押すと。でバンク5番を押した後に1の5のどれにするか、1の5の1、1の5の2、1の5の3、1の5の4っていう感じたくさんあるんですけども、1の5の3にすると1の5の3に格納された音が出てくると、一番最初のそのボーイみたいな感じのサウンドの時はバンクをして1の1の1にすると出てくると。でそういうフェーズかかった音をさっきやりましたけども、これもバンクをしてバンク1の1の5をすると、で
な感じでいろんなバンクを楽しむことができると。ちょっといろいろ音色いってみましょうか。バンク2番、すごい。この昔のマルチエフェクトってこれ何に使うんだろうっていう、こう謎の SE たくさんありますよね。いいですね。これ割と使えそうな。これは何だろう。440。あ、チューナーだ。チューナー？チューナーでもここにあるからな。これが謎だな。あ、エクスプレッションペダルですね。これは。それぞれこのプリセットによってそのいろいろこの効果が割り当てられると思うんですけど、そのこの1の2の3に関してはこれがねチューナーモードになってるんでチューナーが呼び出されると。でも1の2の2にするとお、なんか謎。いいですね。ちょっと順番にチューナー、おお、発信しましたよ、発信しましたよ。これはトレモロかな。あ、パラメータが何も割り当てられてないやつもありますね。なんかこんな感じでそのそれぞれのパラメータがなんかこのここに割り当てられてるはずなので、まあ1の2の2に関してはこのって感じで、まあそんな感じでこのグループとかも多分同じような感じでしょう。グループ2番良ければグループ2番に設定して2番の2、そうするとおおおおおおこれでちょっと面白いですよね。なんだろうこれ、オクターブ下がってるのか。オクターブ下がってるですね。なるほどね、面白い面白い。こんな感じでバンクとグループがあって、ここにそのなんかこうエクスプレッションという言い方するんですけど、なんかこう特殊効果みたいなのここに割り当てて 1,2,3,4,5 を切り替えていくっていうような感じですね。でこの辺のこのスイッチに関しては多分この音作りを細かくする時のスイッチだと思うんですけれども、今のところ分かりやすいところとしてはチューナーボタンですね。チューナーポンと押すと、まあそのチューナーモードが立ち上がると、この緑色のランプを点滅させられば、まあ、チューニングは完了って感じだと思うんですけども、これは全然まあシンプル。でその他に、バイパスボタン、これは単純にバイパスですね。クリントン、エフェクトを何も通さずにそのままそっくりそのままアンプの方に音を返してるっていうようなモードですね。でエディットに関しては多分、この今、2の1の3を選んでますけども、2の1の3の音をいじりたい時にこのボタンをポンと押すとエディットモードに突入するとか、そんな感じでしょう。でこれをもう一回押すとエスケープ、 ESC って書いてあるのでエスケープなんで、まあ抜けると、このエディットモード抜けるとか、そんな感じだと思います。でこのねコンプレッサーとかディストーションとかいろんなこのパラメータの名前書いてあるんですけど、このランプついてるとこが多分有効なパラメータってことだと思うんですよ。コンプレッサーのとこ今ランプついてないから、コンプレッサーこれ効いてない状態で、この2番のドライブ系、歪み系ですね、オーバードライブディストーションエクスターミネルって分かんないけどある中で、まあ、めちゃめちゃ歪むんでしょう。その中でディストーションがチョイスされていると。でエディットボタンポンと押すとそれぞれのこのパラメータをいじることができるんですけども、この左右でそれぞれこのねいじりたいパラメータを、バババッといって、例えばそのディストーションのところを、選んでこのバリューボタンやると、まあ、オーバードライブからスタートして、オーバードライブからちょっとチューブオーバードライブかな、でこれは分かんない BD なんだろう、ディストーションハイパーディストーション、ハイビーディストーションかな。このエクスターミナルってちょっと分かんないですね。これなんだろう。
このぐらいの歪みなら。いろいろ使えそうな感じがしますね。でこのパラメータを上下に動かすとディストーションからこのパラメータが動いてるじゃないですか。これが多分ねそれぞれのこのなんだろうこの2番とこのランプを照らし合わせたパラメータをいじるって感じだと思うんですよ。で今2番チョイスしてるんで2番のこのタイプドライブトレブルベースレベルってあるんですけども、例えばその高音成分いじりたかったらこのトレブルのところにこの横のカーソルを合わせると今5って出てきてるんで、これを上げるとトレブルが上がるし、下がると高音成分ですねがなくなるとか、そういう三段だと思います。三段だと思いますっていうかまあドンピシャですね。このオーダーってなんだろう、オーバードライブディストーションイコライザー、ああこれ書いてありますわ。ここにこの ODDS ディストーションからイコライザーに行くのか、それともイコライザーから歪みに行くのか、そこのこのね切り替えができるということらしいですね。これだったらそのねオーバードライブ歪み系からイコライジングに、こっちだとイコライジングしてから歪み系にっていう感じで、そこまで細かく設定できるみたいですね。すごい面白い。他にも分かりやすいところとして他のところ行ってみましょう。イコライジング、この3番のところでイコライザーを設定するみたいです。ここのランプを点滅させるとバリュー1、ハイ、このセーブですね。真ん中はミッド、あミッドフリケンシーだから 710Hz とか 1kHz とか2kHz か 4kHz とか 11kHz とかで、この下の方に持っていくと500Hz だ、 300Hz とか180とか、そのミッドのどの辺の成分をチョイスするのかを選べると。でこの下のこのミッドのところで今 500Hz を設定したんで、500って結構中央なんですけど、500の音をちょっと上げるのか、そうするとこのこうこうって感じ、する感じですね。こんな感じで、ハイも上げて、なおかつローも上げていきましょう。ローもうわーっと上げて、で、この歪みをちょっとオーバードライブではなくガッツリしますよ。そうするといい感じのこのドンシャリサウンドの完成って感じですね。ちょっとドン言い過ぎですね。音が大きいんでマスターで下げましょう。マスター80になってるんで80を、おいい感じですね。分かってきました分かってきました。で他にもそのハーモニスト4番のところはピッチシフターとかハーモニストを選べるみたいなんですけど、この点滅が、処理能力を超えているとかそういうことなのかな。点滅違う、有効になってないんだ、有効になってないんで IC ここです。 IC IC OK OK です OK です。大体分かった大体分かった。この1番のコンプレッサーをここに対応してて2番をここに対応しててって感じなんですよ。だからこの2、3ちょっとよく見てよく見て、この235に関しては点滅してるじゃないですか、このランプが。ってことは235ここは有効になってるってことなんですよ。なんでここを消すと2消えるし3消えるし5消えるしって感じ で 1,2,3,4,5 全部つければこのところは全部ランプつくわけなんです。なんでさっきやったようにそのねこの状態だとこの、ハーモニストとかこのピッチシフターとか、まあ、この辺のハーモニー系ですよね、この辺いじろうと思ってもこれ有効になってないから意味ないよ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 、お前意味ないかな、有効になってないからなって言われてるわけですね。でこれをポチッと置くとランプが戻ると IC IC IC、ちょっとこんな感じでいろいろと進めていってみましょう。イコライジングはいいか、これでまたこうパラメータをいじっていくとピッチ、ファインってなんだろう、ファインレベル D レベル、うーんたらかんたら IC ICそうですね、まずこのピッチに関してはこれはまあもう12セントとか、12セントじゃないか、セミタイムだっけ、セミなんとか、まあ、半音ですね、12半音0に設定すればその僕が出してる音と同じ音
これが、このファイの画面なんこのファイがちょっとわかんないですが、すいません。他のところが、レベル、あ、これ上げればその音がでかくなるってことですね。で、この D レベルが、あ、ドライレベルですね。ドライレベル。ドライレベルをこれマックスすると、その僕の元の音が出てくるわけですよ。で、このレベルを0にすると、違うな。ちょっとわかんないな。このレベルってなんだろう。ハーモナイザーのレベルじゃないのかな。で、この辺はちょっと、無効になってますね。よくわかんないですけども。他に、同じように、ピッチ。ピッチシフター、ハーモナイザー。なるほどね。だこれを、マイナス10にすれば、その自分の音よりも低い音が出てきます。で、この D レベルを下げれば、低い音だけ。わかんない感じですけども、そんな感じでございますね。なるほどね。この辺のペダルでこのパラメータを選ぶわけでございますね。はいはい、大体分かってきたよ。大体分かってきたよ。で、ディレイとかに関しても、これは何だろう、バンクボタン、これかな、違うな、これ違うか、どうやってこれ有効にするんだろう、ちょっと分かんないな。ディレイ、ディレイ使いたいですよね。ディレイ有効にしたいですよね。ディレイ、でもディレイのボタンないしな。これ、正解、これです。あ、だからバンクって書いてあるのか。なるほどね。で、これを、あ、モノラルとタップに切り替えられると。はい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 。で、これテンポ、タイム、インターバル、あ、インターバル、なるほど。これタイムを設定すると、テンポを設定すると、このテンポ、これじゃないか。テンポをどこで設定するんだ、タイプ、トーン、ちょっとわかんないな。もう少しでいけそうなんだけどな。あ、でもこの辺で音色を選べる。いいですね。テンポをここに設定していきたいとこなんだけども、まあこんな感じで、ディレイを設定することもできたって感じですよ。大体分かってきたんじゃないですか。大体分かってきたんじゃないですか。で、このエディットモードを、入って、このいろいろ音作りをして、セーブしたいときはこのライトボタンをペンって押せばいいと思うんですけども、今回は保存はしないんで、そのまま抜けましょう。エスケープ。で、これ多分今すごい早く点滅してるのは、おい、ちょっとお前いじった後だぞ、大丈夫かよ、ちゃんとこれ抜けたらこれデータ消えちゃうけど大丈夫って聞かれていると思うんで、もう一回ポンと押すと多分、抜けて元通りのモードになるって感じですね。晴れていい感じでございますよ。素晴らしい。で、これのパッチモード、あ、プリセットモードでも別にいいんだけども、まあこのマニュアルにしてとか多分いろいろ使いやすいと思うんで、これでちょっと音作りをしていってみましょう。今回の動画の題名、これもすげえ長いけど、すでに今これマニュアルモードにすると、エフェクターは何もかかってない状態ですね。まずは基本的にオーバードライブでしょう。歪みからやっていきましょう。歪みをチョイスして、まずこのオーバードライブ、チューブオーバードライブ、ディストーション、基本の歪みを前選ぶと、おー、いいですね。やっぱりこうなんかね、古いエフェクターなのが、やっぱりこれね、ラ遅延、なんかそれちょっと安いワイヤレスを使っている時のような、なんかね、 0.1mm ぐらいのなんかね、遅延をすごい感じます。まあ音としては悪くないけどね、こう遅い。
ーバートレイブ行きましょう。すごいね、ブラックスター真空管アンプなのにすごいこのね、こんなんかすごいこのね、なんかデジタルな感じになりますねすごいトランジスタンプみたいな音がする、本当にすごいな、でオーバードライブ設定したらば、ここからですね、ハイとかこのミッドとかを調整していくわけですね。ミッドフリケンシー、あ、違う、こっちか、トレブルだ。ドライブ、歪みの量ですね。ドライブこれマックスです。でトレブルマイナス10、ちょっと足しましょう。このぐらいでもいいんじゃないですかね。でその次はベースですかね。これはベース、ベースは割とこのままでもいいでしょう。レベル OK。 で順番は、とりあえずまあイコライジングの後でいいでしょう。歪んだ後にイコライザーが来るという感じで、これで OK。 ちょっと1番コンプレッサー見てみましょう。コンプレッサーに関しては圧縮をどのぐらいにするか、ちょ軽く潰しましょう。アタック、トーン、レベル、ちょこの辺よくわかんないで、よくわかんないというか、その、ね、違いがよくわかんないですよ。ちょっと良くない？すでにコンプとオーバードライブで、ここからイコライジングをしていくわけなんですけども、ちょっとミッド足していきましょうか。このハイとかはそのままでいいんだけど、ミッドフリケンシーを800ぐらいに設定して、この辺をちょっと足します。これ何もない状態だとって感じなんですけど、足すとしちゃったんじゃないみたいな。でこの辺のイコライジングのデプスとか、あ、これローか、ロー、あ、割といい感じでしょう。でここからまあ欲しいのはやっぱりリバーブですよ。グループボタン、これかな、これを押すと違うな。これはどうやってこれをオンにするんだろう。ここだ、このボタンだ、このボタン、このボタンをペンって押すとリバーブが入る予定。あれ入んないぞ。来ました、やばい、来ました。
こんな感じで音作りができたら、このライトボタンを押してどっかにセーブすることもできるんですけど、まあこんなことで普通に音作りをしてみることも可能でございます。素晴らしいですね、 MEA は25年のエフェクターとは思えないぜ。で、ちょっとこのね、飛び道具ボタンみたいなのあったじゃないですか。ここになんかやっぱり入れたいですよね、飛び道具なもの。飛び道具なものをどこに入れるんだろう。飛び道具なものをどっかに入れるんだけど、これがね、この5番5番じゃないよな。どっかにあるはずなんですよね。これコンプレッサーじゃんねん。オーバードライブ、イコライザー、ハー、ピッチシフター。これは関係ないもんね。PS ってことか。これピッチシフターのパラメータってことですもんね。これね。で、この5番。ディレイ、グループ、マスター。これはまあマスターボリュームってことですからね。なんかこの、ここに何かこう、何かをかましていきたいよね。ここを押すと5番が連動するのがちょっとヒントじゃないかと思うんですけど、いや違う、ここだ、アサイン、こいつこいつ、マスタータブにして、このアサインコントロールのところですね。ここに行くとすると多分このペダルが設定できるなと思う。で、あ、見えた見えた見えた。今これ8の3やってるじゃないですか。8の3ここに書いたんだよね。リモートチャンネルフランジャーピッチシフターなんたかんたかって感じで、ここのペダルを押すとなんかこのリモートでなんかこのパラメータがいじれるってことをやってると思うんですけども、例えばこれがその1番に設定するとペダルはワウペダルになるんですよ。このところが1番行ってみましょう。1番に設定するとこれが来た、これきた、これほんまもうね、2の1フィードバッカアームダウン5の1おお。5の4はアームアップ。全音上がるみたいですね。おおー、これはすげえ。5の6はトリップ、5の7もトリップ。トリップちょっと音でけえな、ちょっとマスター下げましょう。なるほどね。で、これ7番に設定しておけば、そのさっきさ、このね、あのディレイを設定するときにそのタップとかテンポとかあったじゃないですか。そうするとこのね、あの7番に設定するとここはそのタップになるから、これでこのディレイのタイムをね操れるとか、そんな感じになるんだと思うんですけども、なるほどね、このマスターのところからでございますわ。いやー、だいぶこの、ね、数十分間でこの ME8 について詳しくなっていただけたと思います。これが皆さんがですね触るときがありましたらですね、もう皆さんもう早速もうさささっといけるはずなんですよ。今回はなんかね、もう僕がひたすらこの ME8 でこの遊び続けるみたいな動画でございましたけども、いかがだったでしょうか。結果的にすげえ普通で申し訳ないけど、すげえ普通で申し訳ないけど、こんな感じの普通の音色が出来上がりました。で、たまに
アームダイブもするみたいな感じのこんな音色が出来上がりましたです。ありがとうございます。いやこうやっていじってみるとすごい25年前のエフェクターなのにいろんな音色が入って普通にすげえなって感じがしますね。でまあ、当時ね僕も中学生の時になんかこうズーム系のマルチエフェクターとかさちょっとね買ってもらったりとかしたけどさやっぱりこう使い方が全然分かんなかったんだけどやっぱ大人になると分かるね。大人になってこういろいろこの経験積んでるとねあこれこうじゃねえかあじゃねえかなみたいな感じですね説明書なくても、ほぼほぼ全て解明することができました。ありがとうございます。本当にもう経験って大事。そんな感じで今日の動画ですねもう何の動画とか全然分かんなかったですけどもね ME8 をいじって遊ぶという感じの動画でございました。いかがだったでしょうか。視聴者さんの中にはですねもう昔当時使ってたわという方少なからずいらっしゃると思うんですよ。こうやってね改めて見るとへえこの時からこんなエフェクターボス作ってたんだなと思ってなんか感慨深い気持ちになりますよね。これが今も25年経った今もう GT100 とか GT その辺のシリーズでもすごいとんでもないいいエフェクターを作ってますけども25年前もこんな感じいいエフェクター作ってたんですよ。非常に感慨深いところでございます。で今回なぜこの ME8 登場したのかというと平たく言うとですね、お嫁ちゃんが持ってました、お嫁ちゃんが持ってました。この間そのお家の中をこうバーッとひっくり返してそのね断捨離というかその荷物整理をしてそのねひたすらこう粗大ごみ出しまくったりとかしたんですけどもいやちょっと待てよこれちょっと動画にしたら面白いかもしんねえと思ってちょっと一回捨てる前に動画で使っていいみたいな感じでおおもう使ったらええやみたいな感じでちょっとお嫁ちゃんに借りて紹介させていただいた次第でございます。まあね欲しい方いらっしゃったらジャワ会の方でプレゼントをさせていただこうかと思いますのでもし興味がある方いらっしゃいましたらジャワ会の方にコミットしていただくかそれともご連絡いただければ幸いでございます。そんな感じで本日の動画は以上でございます。長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。昔懐かしの1995年製のマルチエフェクターボス ME8 のご紹介でございました。今はねこのエフェクター手元に持ってて使い方わかんないという人はなかなかいないと思うんですけれども、まあ、もしどっかでお見かけすることがありましたら、ぜひ手に取っていただいていろいろ遊んでみていただけたら良いかと思います。それではそんな感じで今回の動画も終わりにさせていただきましょう。最後までありがとうございました。グッバイさようならの前に私滝沢勝成、Java 会なら YouTube メンバーシップと有料会みたいなことをやっておりますでございます。そちらの方ではね普段のツイッターには書いてないような裏情報だったりとか普段のこの YouTube の動画ではやってないような限定配信とかそんなことをやったりとかしておりますのでもしよければご検討いただければ幸いでございます。それではまた違うところでお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。グッバイさようなら。